はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、家の掃除をねちょっとしなかったら、まあ、知らんうちにホコリがうっすら雪のようにねこう釣り始めてることがねありますよね。実はそんなホコリの中にはですね、細菌、カビ、ダニなどのね病原菌がねいっぱいなんです。飛沫やねウイルスも付着します。まあこんな時期だから特にですけどもね、まあ、家の中でのウイルス対策としてね、正しい掃除法をね身につけていきたいところですよね。まあ、先ほども言いましたけどね、そのホコリは細菌やカビ、ダニなどのね病原菌にはね、もう好都合な環境であってですね、飛沫やねこのウイルスもねパッと付着してしまうんですよ。だからホコリやね汚れをきちんと除去するにはね、ウイルス対策で特に重要なんです。まあウイルス対策としてね、消毒をね重視しますけどもですね、まあ消毒する前に正しい掃除をすることがね、家庭内でのウイルス対策をねこうマシマシにしてくれるんです。ほとんどの場合はね、そのウイルスっていうのはホコリやね汚れとね共にね存在してしまうんです。つまりその汚れを除去するだけでもかなりのねウイルスをね減らすことができるんですよ。高齢者とか、まあ、僕みたいに免疫力が低下した人とかね、あと感染の疑いがある人がいる場合を除けば、その家庭内での感染対策はねもう正しい掃除でかなりね賄うことができます。で反対にね、掃除もせずに除菌シートでねささっとこのゴシゴシ拭いたり、除菌スプレーをシュシュって吹っかけるだけではですね、一時的にウイルスの働きをね弱めることができたとしても、ね、ウイルスを減らすことにはならないと言います。しかしね、その家の中のねこう隅々までねこう磨き上げるのはね負担が大きいです。まあアスリートほどのね体力があればできるんでしょうけどもね、一般人にはできません。まあ、うちは狭い家なのでねできますけども、それでもやっぱ全部の部屋にねその掃除機をかけただけでねほんまに疲れます。まあ大きな家でも小さな家でもですね、まあ感染防止を考えた時にですね、特に気をつけていたい場所として挙げるのはですね、ダイニングテーブル、洗面所、トイレ、この3箇所ですよね。テーブルっていうのはホコリや油汚れもね溜まりやすい上にですね、こう家族が集まって話すことも多いためにですね、その家庭内で最もこの飛沫がね飛び散ってね落ちるね場所なんですよ。でまあ洗面所はね水が流れるのでホコリの影響は そこまでまあ少ないんですけども、古いタイプの洗面台ではねその蛇口の周りとかにね結構ホコリが溜まりがちです。でそれにね手洗いやこうガラガラペーのうがいの際にですね飛沫が飛び散るので、周辺の床とかねこう壁などのね広範囲にね注意が必要です。そしてトイレはですね、排泄物による感染のリスクはもちろんなんですけども、便座や便器の蓋などのね、まあ、その無意識にこう触る箇所がちょっと多いんですよね。ほんで換気扇の影響もありますしね、そのやっぱ壁とか床にはねホコリが多く集まってしまいます。もう気づいたらね、床に置いてる芳香剤の上がもううっすらホコリがね溜まったりします。まあ、このようにですね、まあ、それぞれの場所に応じたね掃除がね必要となってくるんですよ。で掃除の仕方としてはですね、いきなりの水拭きは NG らしいです。よく拭くテーブルなんですけどもね、まず最初に何で拭くかと考えたら、やっぱり水拭きか除菌シート、アルコール消毒液をねこうシュシュってやる人もいますけどね、まあ、これどれも NG みたいなんですよ。こう家の中 そのウイルスや病原菌はですね、まあ、ほとんどの場合はホコリなど そのハウスダストに混ざって存在してるんです。まあ、テーブルのねホコリっていうのは、まあ、ふわっとした取り除きやすい状態なんですけども、そのいきなりこう水拭きをしてしまうとですね、そのホコリや汚れが水の力でですね雑巾やクロスにねこう張り付いてこうテーブル全面にこう塗り広げてしまうことになるからなんです。さらにアルコールはね消毒剤であると同時にですね溶剤っていうのでもあります。油汚れなどがねついてる場合はね、油をね溶かしてウイルスなどと混ざってね、逆にそのテーブルをねコーティングしてしまいます。怖いね、恐ろしいですよね。そうするとね、アルコールに接触しないウイルスの割合がこう増えてしまってね、消毒効果を半減させてしまいます。ではどうするべきかと言いますとですね、全ての汚れはまず空拭きが正解です。使うてもらった方がええかなと思うのはですね、繊維が細かくて小さな粒子をこう回収しやすいマクロファイバークロスってあるじゃないですか、あんなんがおすすめです。ほんで拭き方にも問題があるようで、例えばその進行方向をこう同じところを逆方向にこう戻すなどとしてですね、こう
ね、クロスをね往復してしまうとですね、こうあのせっかく先端の部分にね溜まっていた汚れがねこういった時にこう残ってしまうんですよね。こうやってね上も一緒です。こういった時にこう上に残ってしまうんですよね。なのでそのクロス、まあ、雑巾とかの先頭がねあの変わらないようにテーブルの端まで行ったら U ターンしてこの S 字に拭いていくのがポイントです。こうやってね、もうこれはみんなやってますよね。こういう風にしていったらね先頭の汚れがこうついていってくれるんで、こうね押し込まれていくんで、ほんで床とかもねモップとかクイックルワイパーしますけどね、その拭く時も同じやり方です。でまあこの空拭きだけでもねあの汚れはかなり落ちますけども、まあ、最初にね水拭きをした場合はですね汚れを増やしてしまっているんですよ。あの学校の掃除の時間を思い出してほしいんですけどね、まあ、掃除をする時っていうのは教室をね端からねほうき係がほうきでこう履いてから次雑巾係がね雑巾掛けをビャーってするじゃないですか。あれと同じですよね。まあもちろんねその空拭きだけでは取れない汚れもありますので、汚れに応じて洗剤や消毒液を使い分けることも必要です。あの油汚れがある場合はですね空拭きをした後にですねあの洗剤拭きっていうのをするとね落ちやすいです。ほんであの飛沫がね気になる場合はですねあの空拭きした後にね消毒液をねシュシュッと拭いてね拭きましょう。でまた最後にこの一方方向のね椅子地の空拭きでね汚れをどかすようにしてください。つまりですね最初と最後は必ず空拭きと空拭きで汚れが取れるまでそれを繰り返してください。空拭き、洗剤、空拭きとかね、空拭き、消毒液、空振りみたいな感じでして、それで汚れが取れるまで繰り返しましょう。まあこのパッと見の汚れがね取れさえすればいいのであればですね、いきなり水拭きしてもいいでしょうけども、それではねホコリやウイルスがね除去できません。あのホコリが溜まっているところをねこういきなり水拭きしたらね、こうホコリがダマになるじゃないですか。そしたらなんかなんとなくこう嫌な感じのテンションになりません？僕になったことあるんですよ。まあそんなことにならないようにですね、空拭きファーストでね、大掃除に励んでください。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。